どうも、うちんでーす。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はスペシャルログ、海賊王への道をやっていきます。まだ S ランククリアしてないところがあるんですよね。それが、これ、ここが難しいのよ。本当に難しい。まあ、十問正解を目指してやっていきます。ガープで。俺が行く。それでは行きましょう。全問正解目指して。これね、わかんないんだよな。本当に。あのね、難易度低い方は、まあ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 、わかるっちゃわかるところはあるのよ。でもこのね、難しい方は本当にわかんない。第1問。麦わらの一味で、2番目に年齢が低い。年齢が低い。ブルック、ナミ。2番目に年齢が低い。え？ルフィ？だよ。ちょっと怪しいところだけど、間違いないと思う。はい、2番目に低いだからね。迷いはなかった。だからそう、言い回しとかもちょっとなんかずるいところあるよね。わからないときわかんないのよ。ガチ勢の人はもう余裕でわかると思うんだけど。次の問題だ。第2問。なんだ。キュロスが立てた。あ、3000。3000勝全敗。全勝。これこれこれ。はい、分かる、これ分かる。見事なものだな。前回もね、ちょっと当てずっぽうでね、ギリギリクリアできたっていうところがあるので、できれば当てずっぽうでは行きたくない。あれよ、一応1話から最新話まで全部見てますよ。全部見てるんだけども、分からないものは分からない。乙姫の墓はどこにある。あー、どこだったっけ。洞窟じゃない、平原じゃなかったっけ。あ、違う、も森、海の森じゃなかった。森か平原。あー、オッケー。はい、次。いや、もうすでに怪しいからね、俺すでに怪しい。よし、なんとかこの調子で行かせて。こいつはどうだ。第4問。何？ロビンがサウザンサニー号に、名付けようとした名前知らない。ちょっと待って、まずちょっと答えを見せてくれ。こっちが暗黒丸でもって、こっちが太陽丸でライオン丸だ。オッケー。そういう時も。嘘。違った。そんな名前じゃなかったっけ。嘘。まあ、A ランクを目指していこう。もう残りを外すわけにはいかんからね。はい、次の問題。第5問。ウサギの名前、ハコワンとココックスとラパン。よし、なんかうる覚えだよ、本当に。見事なものだな。これ軽々しく答え分かる人いる。どうにかなっちまったな。いや、来た。こっからが難しいのよ。とっておきの問題に挑んでもらうか。はい。第6問、何？シーザーがスマイリーから、奈落災い、死の国だね。オッケー。次、なんとかクリアできてる。
やるじゃねえか。いやいや、ギリギリよ。うる覚えよ。どんどん出してくれ。はい、第7問。うん、一問も落とせない。うん、次は三時の違う。どうした？つく店、いや、つく料理長か。店長じゃないもんな。オッケー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 。店長じゃない。副料理長オッケー。いや、まだ簡単だよ。まだ簡単な方じゃない。こいつはどうだ。はい、次八問。ソイキングとウソップはどんな関係。あ、親友じゃなかった。親友だよね。オッケー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 。迷いはなかった。もう落とせないぞ。次、さあ次は何。多分ね、これね、めちゃファンの人には全然余裕な問題なのに。違う。たらい。おお、よだよね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 。やるじゃねえ。オッケー。なんかちょっとバケツかと思ったけども、たらいたらい。では最後の問題。最後ちょうだい。次の問題だ。第10問ラスト。黒ひげをついいっすか。もうだ。知らないぞ。マキの。ちょっと待って。わかんなかった。ダメだ。いやー、難しいなー。最後の方当てずっぽうになってたんで、それがいけないね。もう少し勉強してからやり直します。S ランク狙っていきたいですね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。